Hello, e v e マイ o n e My name is Blue c a r Yes, yeah. えー。まあ、とりあえず、えー、ご覧のとこまで見せた感じです。Blue c です。えー、というと今回なんですけど、まあ、ちょっと、まあ、最初の、なんだろうな、は挨拶みたいな、ちょっと、Hello, my name is b u r みたいな感じで変えてみたんですけど、まあ、皆さんどうでしょうか何かそういう、まあ、挨拶の仕方をちょっと変えてみたらとか、まあ、こういう挨拶いいんじゃないかなとか、そういう、なんか、何か、 ものがあれば、そういうの募集して、本当にやるの。コメント欄に書いてくれれば、本当にそれやるので、まあ別にあの、どうも、こんにちは、チンコですとか、でも全然やるので、皆さんコメント欄の方に書いてください。ということで、久しぶりですね。はい、久しぶりです。あの、動画出す、その気力っていうか、もう夏バテちゃって、そうで、最近あの、母親がシソジュースばっか買ってきてあ、シソジュースか、シソジュース作ってくれて、そればっか飲んでるんですけど、で、今回は何するかっていうとですね、あの、まあ私、先日、その動画の方で紹介したと思うんですけど、えー、顔の方をね、ぶん殴られたせいで、 ええと、ま、あ一応目怪我して、はい、まあ、あの一応、ま、あそれでバシしてきたんですけど、はい、で、それで、ま、あメガネの方をね、あの、2個ほど購入したんですよね、はい。ま、あなんで壊れて購入まあま、で、まあ、一応殴られたところが目なんで、ちょっとメガネと一緒にこう、潰された感じメガネも壊れちゃったんで、で、その壊れた方のメガネがこちらですね、はい、まあ、全然壊れてないじゃんっていうかもしれないんですけど、まずここのメガネの方のレンズが外れちゃって、で、それを無理やりやったりとかしたら、 ま、傷ついちゃって。で、さらにこっちの方の軸の方がこう、ちょっと、わかるかなこうやってまっすぐ見ると普通なんだけど、こっちから見てくれるとわかると思うんだけど、わかんねえか、普通に。いや、わかんねえよね。俺もわかんねえもん。ここが、曲がっちゃってんだよね。ちょこクソだよここ。が、曲がっちゃってんのこ普通の方は、こういう感じでしょ曲がっちゃってんの。 わかるでしょうん、これわかると思うんです。曲がっちゃってるから、そうで、買い替えました。はい。で、その、買い替えたメガネがですね、今かけてるメガネのこちらの方のメガネ、えー、こちらの方1万円しましたね。はい。で、こちらの1万円のメガネと、あとこちらの方のメガネの方に、えー、買いました。はい。ええー、まあ2個買ったんですけど、こっちはですね、まあ普通に通常でかける用のメガネと、ええー、とパソコンとかするとき用のメガネですね。 で、何が違うじゃあ、なんで、この二つをね、その併用するかっていうことについてちょっと話すんですけど、まずこっちのメガネの用途としては、そのインターネット使うときとかで、ブルーライトカット、25%のブルーライトカットをしてくれるんですね。初、まあ、めかけたときはすげえ気持ち悪いんですけど、まあ、意外と慣れてくると楽です。で、このメガネのフレーム自体が、その0.5ぐらいの、えー、まあもの、0.5g しかないので、そのかけてる気がしないんですよ、あんまり。だけど、このやっぱ、付け根のところ、 やっぱ違和感ありますよね。まあ、ここら辺はこの、まあ、慣れていかないとっていうところと、まあ、もともとあの、小さい方のメガネの方に慣れてたんで、このフレームがさっきよりでかいじゃないですか。ちょっと比べてみるか。あ暑いな。そのさ、俺動画撮るときに観察して部屋をさ、全部締め切るんだよね。だから、暑い、マジで。えっ、ー、と、まあ、これ見ればわかると思うんですけど、やっぱ、でかいじゃないですか、レンズが。うん。だからそういうので、ちょっと慣れるのもちょっと時間かかるかなって感じなんですけど、でもこっちよりも全然軽いので、はい。まあ、全然いいかなと思います。 で、そのまあ用途としては、こっちは家の中でつけるのと、こっちは外でつけるのって感じで分けてます。だから、まあ、0.5なんでかけてる気もしないし、全然、まあ、全然普通にいいと思います。まあ、僕的には全然こう、まあ、買えばいいんじゃないかなと思います。もっとね、かっこいいね、メガネあったんで1万円ぐらいするやつね。1万円ぐらいするやつあったんだけど、なんかね、高い高いなと思うしさ、俺の顔に合ってないんだよ、そのメガネが。いや、別にかっこいいんだよ、かっこいいんだけどさ、合ってないんだよ。 全然やってないんだよ。だって俺そんなイケメンじゃないし、そういう服持ってるわけじゃないし、しかも服にも興味ないから。うん、だから、それでまた一式それんのもなと思って、もったいないなと思って、やめましたね、普通に。うん、まぁ、あ、どういうメガネかって、ね、目線と丸メガネのハリー・ポッターみたいな感じのやつで、下のフレームがなくて、なんかいるじゃん、そういうさ、格好をつけてる人のさ、なんかしかも帽子かぶってさ、俺一気ちゃってるみたいな感じでさ、その、 スタバでコーヒー飲んでるみたいなやつそういう感じのメガネしてた。<laughs> めっちゃメガネ一つだけで偏見持ってるけどね、今。で、えっ、ー、と、こっちのメガネ、ま、あそうだね、この0.5グラムってで、こっちの方のなんかその、なんだろうな、え、ブルーライトカットの方をかけると、5000円ぐらい値上がりしちゃうんだよね。だからこっちの方はもともと5 5 0 0円なんだけど、もう5000円アップするから、ま、1500円かなって感じだよね。うん、だけどそのさっき言った丸メガネ1500円したから、そのブルーライトカット入ってるのとほぼ同じような値段なんだよね、ほぼ。すごいよね。メガネ。 いやでも、でもね、昔より安くなったと思うよ。うん。で、あの、ほら、今、この中で、その、メガネ、やっぱりこう、かける人だか,から、たぶまあ僕なんで先天的なものなんだけど、まあ、天的なものでメガネかける人たちがすごい増えてるわけじゃん。まあだから、後天的なものでメガネ買う人たちがたくさんに、確かに、た、た、た、るなた、た、まあ、た、た、まあ、た、た、るた、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 ねた、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 うん。 まあそうだと思います。<laughs> あの、ワンパンマンはさ、その、まあ、昔見てたせいでさ、なんちゃら協会って付けるのがすごいなんかハワヒーロー協会じゃん。あれもともとそうやってつけてるのが、ちょっとハマってて。<laughs> あの、なんか呼び方がちょっとね、オタクチックというか、そらへそこら辺ちょっと許してください。もうない何でもしますから。パカでしよ、まあ、こんな感じで新しく買い替えました。なので、えー、ね、家の中ではこの茶色のおばさんみたいなメガネをかけます。はい。ということで、えー、そんだけの音からした。本当にくだらなくてすいません。 これからなんか面白い感じの動画を出そうと思います。はい。バイバイ。